ちは。こんにちは。こんにちは。あつさきの町田です。ちょっと久しぶりの、あの動画になった、なっちゃったんですけども、あの、今回はですね、私、あつさき町田がですね、初めての、京都出張ですね。京都出張。おめでとうございます。はい。今回は、その、京都出張、まあ、ケネスフィールドの、あの、展示会なんですけども、念願のケネスフィールドの展示会に、させていただけるということで、今回はちょっとその流れをですね、ちょっと密着と言いますか、私が密着するってことですよね。そうですね、ちょっとはい、あの、まあ自分初めてなんですけど、その展示会の流れと言いますか、はいはい、あの、ちょっと京都の、自分ちょっと久しぶりの京都なので、京都のちょっと街並みだったり、そういったものをちょっと、あの、撮っていけたらなと思ってます。結構寒いですね。寒いです。京都、東京より寒いです。なんかちょっと雨っぽいのが降ってるんですけど、雪と雨の間みたいな硬いものが元気よく行きましょう。はい、元気よく回していきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと今ホテルに向かってるんですけど、これは何ですか、母さん。これは、あの、有名な東本願寺ですよ。東本願寺。はい。知らないですね。ちょっとすいません。勉強するで。まず、京都に来る前、そういう勉強をした方がいいですね。いや、それです。すいません。なんか有名ですか。いや、有名ですよ。これですよ、これ。なんか天気いいけど、雨降ってますね。何を食べたいんですか。京都、やっぱちょっとさっきあの駅でもいっぱい広告あったんですけど、はい、八つ橋です。子供か。あとちょっと原さんから美味しいラーメン屋さんあるってことだったんで、ちょっとラーメンだったり、あ、はい、そうですね。あの、食べたいなと思ってます、ね。美味しいもの多いですよね。はい、原さんよく京都出張でイベントとかでも、いや、もうそうですね。草野さんとかそれこそ。ランデブーを京都の時なんかは、そうですよね、前部さん方とかと3ヶ月半年に2回ぐらいは、そうですね。なんで教えていただいた店は、はい、いろいろ知ってはいますけど、ちょっと原さんにあのアテンドしていただいた。でもまだまだありそうですけどね。いや、そうです。京都は、東京もそうですけど、京都もいっぱいありそうですよね。行きたい洋服屋さんとかもありますし、古着屋さんとか。ああ、そうなんですね。はい、ちょっと、いや、まあ、仕事に来てるんですけど、まあ、今日は一応オフですからね。まあそうですね、はい、はい、まあ、移動日というか、はい、オフなので、ちょっとやりたいことやっていこうかなと思います。やりたいことやっていこう。バス乗りますか。バス乗りましょう。タクシー乗りますか。はい、乗りますか。ホテル着きました。今日泊まるホテルは、めっちゃ綺麗ですね。ベストホテルなんです。めちゃめちゃ綺麗です。おやすみなさい。噂の万福皆さん大好きだ。はい、行きましょう。いただきます。中華そば、ちょっと大盛りにしちゃいました。うまそう。めちゃめちゃうまそうです。ちょっとビールと一緒にいただきたいと思います。確かに酒売り場はこの通り。スナック菓子の花、どうすか。めちゃめちゃうまいです。めっちゃ美味しいです。あざす。寺町通り来ました。これですよ。
ちゃいい雰囲気ですね、この道。風情あるよね、はい、京都っぽいっていうか。おはようございます。ちょっと朝の5時なんですけど。5時、はい、今からちょっとケネスフィールドのデザイナー草野さんの恒例の朝やられてる朝走り、はい、一緒に参加させていただくということで。まだ真っ暗ですね。起きてますか？はい、ちょっと寝起きです。寝起きなんですけど、今から走っていきたいと思います。行きましょう。行きます。はい、します。走って、はい。はい、集合場所は京セラ美術館、はい、ということで、ちょっとウォーミングアップがてら走ってきたんですけど、もうすでにちょっと体は温まってます。今何度でしょう？今多分ちょうど0度ぐらいですかね。いやいや、もうちょっと寒いじゃないですか。氷っていうか雪結構ありましたね。そうですね、凍ってましたね。サッカーで準優勝だった東山高校行くよ、通り。本当ですか？うん、すごかったですよね。こちらです。おお、東山、はい、はいはいはい、ああ、はいはいはい、今、うん、そうですよね、ドイツでやってる、うん、すごい、これが東山吉山高校、うん、こんな山の麓なんですね。すごい。東京引っ越してきて、長らくしてビーチバレーとかやってた。ビーチバレー。意外。それ確定じゃないですか。いやもう、うん、ビーチバレー。ビーチバレーが、まだメジャーじゃないけど、はい、スポーツ番組とかよく出てた、はい、全日本出身の河合さんっていたでしょ。ああ、大きいことない。河合さんのお父さんかなって、はい、中心になっていろいろやってて、その頃は。ビーチバレー。ビーチバレー、そう。今日、おいしそう、今日。なんて言うか、おいしそう。今日、すごいね、なる前に。成熟したファッションのマーケットになると
はい、そういう風になっていくのかな、はいはい、確かに。だからね、成熟すればするほど、はい、すごい、なんていうの、例えば果物で例えると、はいはい、熟した時って美味しいじゃない、はいはい、でもその熟した後っていうか、はい、食べ頃を逃すと、はい、まずくなんじゃない、はいはいはい、それと同じように、はい、なんかなんていうのかな、成熟したファッションマーケットであるがゆえに、はい、なんていうの、美味しいかもしれないけど、はい、なんかそれ以外のこと、はいはいはい、失われるってことはないけど、見えづらくなるっていうか、確かに、まあ、もう簡単な言葉で言うと、面白みがなくなる、はいはい、だからそこに、なんていうか、なんていう、こうファンタジーみたいなのもうそんな言わないでしょみたいな、いや、わかりますね、結構明確にありますね、そういう、うん、セレクトでやってるとね、琵琶湖からの水が、そうそう、ずっと流れてる。へぇー。うん。でかい人いるの？そう。すごい。琵琶湖からの水、これで来てるんですか？あとは、この水を、はい、あの流れの高低差を使って、昔は、あの、荷物を、はい、はい、何、台車みたいなのが行き来してたの。へぇー。うん、京都で初雪って言っても、ここがなんか積もるっていう情報があると、はい、朝の4時ぐらいとか5時ぐらいからカメラマンが、すごいいいですよね、うん、でやっぱ我一番にその足跡のついてない、はい、景色を撮りたい、あー、ね、スタート、うん、どうでしたか？朝走り気持ちよかったです。なんか体にすごいいいですね。なんか気持ちいいですよね。はい、ものすごい気持ちいいです。いい一日になりそうです。確かに、はい、これを機に、はい、朝走り始めては東京でもいいんじゃないでしょうか。はい、多分続かないかもしれない。早起きっていうところで最下位に、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとあの朝走りを終えて一回ちょっとホテルであの一休みしまして、今から、まあ、本番といいますか、エネスフィールドの展示会に
行っていくんですけども、熊野神社です。かの有名な。かの有名な。さっき知ったんですけど、ね。はい。ここから近いということで。近いみたいな。はい。行ってきます。行ってみましょう。行ってみましょう。はい。もう少しですか。そうですね。この通り沿いだったはずなんで。これですか。ありました。入り口です。ちょっと来ましたね。はい。じゃあ、すぐお邪魔したいと思います。突入しましょう。はい。行きましょう。行きます。アウトドアフィールドみたいなものを意識したコレクションが中に組み込まれてるんですけれども、はい、それとは別にもう一個ちょっとこう、ということで京都出張編ちょっといろいろといろんな場所に伺わせていただいたんですけど、本当京都を堪能することができました。しっかり仕事もしてご飯も食べて。そうですね、昨日24時間、はい、動いてましたね。動いてましたね。はい、京都ならでは の楽しいことをたくさん経験できたので、またちょっと京都来たいなと思います。はい。ここはどこですか。ここは出町柳ですね。出町柳。鴨川がすごい、はい、雰囲気なので、ちょっとここでエンディングですね。これは、はい、エンディング撮ってるんですけど。ちょっと疲れ気味ですかね。ちょっと疲れて出ちゃってるかもしれないです。頭が回ってなさそうな雰囲気が出てますけど。はい。けどちょっとまたいろんな面白い仕込みをできたかなと思ってますんで。はい。はい。ちょっと引き続きいろいろと楽しんでいただければなと思います。じゃあ東京帰りましょう。東京帰ります。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。